ボックはビールのスタイルの一つである。ドイツのアインベックが発祥とされ、南ドイツで発展した。アルコール度数は高め。仮面発酵のものも、上面発酵のものもある。ボックのラベルには、おスヤギが描かれていることが多いが、これはドイツ語、ボックがおスヤギを意味するためである。名前の由来は、発祥の地であるアインベックから取られたという説と、飲んだ人が、 若いオスヤギのように元気になるからことから取られたという説がある。ボックの最も伝統的なスタイル。17世紀頃に作られた。重厚な麦芽風味があり、液色は濃色。ビアスタイルガイドライン1208ではボックを以下のように定義している。淡いビールを意味する、毒、ヘルバイヤーの略からヘレスと呼ばれる。19世紀頃に作られた。 トラディショナルボックよりも液色が淡く、ドライで苦味も強い。5月に飲まれることが多いので、マイボックとも呼ばれる。ビアスタイルガイドライン1208では、ヘレスボックを以下のように定義している。ドッペルボックは、高アルコールで麦芽の甘みが強い。アロマは、トースト香が主体。ビアスタイルガイドライン1208では、ドッペルボックを以下のように定義している。 アイスボックは、ドッペルボックを凍らせて氷を取り除くことで、アルコールを凝縮させたビールである。伝説では、バイエルン州クルムバッハで1890年頃の、冬にあるビール醸造家のある弟子が、ビールソンを外に出しっぱなしにして、一晩が経ったところ、水分が凍結して良い味になっていた。これが、アイスボックの誕生とされている。ビアスタイルガイドライン1208では、 アイスボックを以下のように定義している。バイゼンボックは小麦を主原料として作られるのが特徴。酵母を含むため濁っている。アロマはクローブ香やバナナ香があるが、ダークノからは通常のボック同様のトースト香もある。ビアスタイルガイドライン1208ではバイゼンボックを以下のように定義している。ありがとうございます。